私は信州大学工学部で光触媒的、光電気化学的、または電気化学的なエネルギー変換系の構築に関する研究に従事しています。これは実際 の作った光触媒と呼ばれている半導体の粉になります。いろいろな種類があるんですけれども、最終的な目標としては太陽光エネルギーをうまく使いたいということになります。どれぐらいの波長の光を使えるかっていうのが大事になります。で、例えばこれなんかは伝統的な酸化チタンと呼ばれるような光触媒になるんですけれども、吸える光を増やしてあげる、波長、もうちょっと長い波長まで吸えるようにする。例えばこれ黄色っぽい色から徐々に色が赤っぽいような感じで濃くなっていって、最終的には黒っぽくなる。で、黒っぽくなると可視光域の光をほぼ吸収できるような状態になるという感じになります。光触媒と呼ばれる材料ですので、活性が高いもの、水を分解して水素を作る反応速度が高いものを作れるのが嬉しいと、より良い材料を作ると。例えばすでにある材料に対して新しい機能を付与する、表面の部分に何かこういうことをしたら面白いんじゃないか、水の中でのこういう現象を制御できたら面白いんじゃないかだとか、今までできなかったこういうことができるんじゃないかみたいな、ある意味ミクロスケールの、ケミストリーに近いような部分から、こういったコンセプトのデバイスみたいな、エンジニアリングに近いようなところまで、幅広く、注目して行っていると思います。